さあ本日は「要は」って英語でなんて言いましょうというお話をします。The bottom line is フレーズとしてはこんなものになります。The bottom line is こんな表現の仕方がありまして「ボトムラインってなんやねん」というお話からなんですけれどもボトムラインって調べてみたらあの会計帳簿の 決算書類の一番下の行最終行という意味なんだそうです。なので、えっと、日本語で言うと帳尻みたいな意味合いかなと思う最終的にここがどうであるかみたいなところをバトムライン、ボトムラインというふうに言います。で、the bottom line is なんとかかんとか。 とということでですね、要、まあ、はっていう日本語の表現も同じで要はって言った後に自分の言いたいこともしくはそこまでに起きていたそこまでの議論を踏まえて、まあ、まとめるっていうような意味合いのフレーズになってくるので the bottom line is の後ろで、まあ、自分の言いたいことというのがだらだらだらと続いていくんですけれども the bottom line の bottom line というのがですね、意外と発音的に言いづらいなというのがありまして今日はそのお話をします。 バ t o ライン、バ e b ライン、バ m l ラインこういう音なんですけれども bottom line, bottom line. 今日はですね発音のポイントを3つに絞ってお話ししようと思います。1つ目は 最近、あの、英語発音チューニング体操で流行っている音の数の確認をしたい。カタカナで考えている時の音の数と英語で考えている音時の音の数違うよというお話と、そして、バールム。<laughs> ボトムのトの音ですね。そして、バトムラインって言った時のね、む 「<laughs> 村 M」と「L」の音というですねなかなか英語の発音でもこの音が2つバック・トゥ・バック隣同士で出てくるというのはなかなかない音だったりするんですけれどもこの3つを押さえていただくとですね日本語で「要は」っていう口癖をお持ちの方ぜひぜひこれ使ってみていただきたいなと思うところではあるんですけれどもこの3つを丁寧に見ていきましょう。 でですね、まず音の数なんですけれども、バーレムライン。3音です。ボトムラインっていうと、カタカナだと6音っていうイメージですけれども、ボトムラインというふうにカタカナで綴ると、6文字だったり、6つの音っていう、まあ、イメージになりますけれどもですね、英語だとバーレムライン。3つになってしまう。 だからまあ随分リズムが変わってしまうので「the bottom line is the bottom line is」だからこの「the bottom line is」っていう一フレーズをですね「the bottom line is the bottom line is bottom line」この音そのものは3音なんですけど私たちが思ってるよりもずっとずっと短いというイメージで言っていただいた方がですね発音がスムーズになって「the bottom line is」という要は っていう部分よりもちゃんと後ろの言いたいことの方がきっちり伝わる状態でですね「the bottom line is」というフレーズを言うことができるようになりますのでまずは音の数確認してみましたそして「bottom line」のボトムの「t」の音なんですけれども t の音ほとんど発音していなくて t の音よりも d の音に近いし だからって言って「バー・デム」<laughs> っていうふうに「ドっていうふうには言ってないというのがポイントになります。だからベロの動きとしてはベロがありましたらいっぺんベロ全体で上顎ごをパコッと塞いでしまってでベロの先っちょからうんとね 何かを出そうとすると t の音とか d の音とかがペッて出ていってしまうので「バールム」半目開けるぐらいの感じですベロで <laughs> ベロを、えっとね、ベロの先っちょだけを一瞬半開きにするぐらいの柔らかさですあんまりあのペッっていう風に吐き出したくないというのが「バールムバールム」 だからって言ってね、L ですって言いたくはなくて、なぜならば L ではないので <laughs>、難しいところなんですけれども、バーレムムムうん、でも、だとらとなの間だと思っていただいて、で、で、で、柔らかく。 一完全に塞いでピシャって出すっていうよりもぬるっとここから空気を出すというイメージで言っていただくと t とか d とかのあのとんがった音よりもにょろりと音が出るようになるのでバールンバールンバールンであんまり長く「ド」っていうふうに言いすぎるとですねすればするほどこの d の音が悪目立ちして「d」の音っていうか t の音が、ま、悪目立ちしていくので本当に少し半目ちょっと開けるぐらいの感じで バトム、バトム、バトムと言っていただくと、ボトムのとの音がですね、いい感じに全体のフレーズに馴染みます。で、最後の、バトムラインの、むと、のところなんですけれども、何しろ、えっ、ー、と、忙しいんですよね。要はなんとかかんとかですっていうフレーズなので、なんとかかんとかですの、the bottom line is that Everybody deserves a second chance a って言った時にはですね Bottom ム i インという m っていうこの m と l の間というのも少しくっつけめにお話ししてしまった方が the bottom line is 要はってあの日本語で要はっていう風に議論の時にね口癖をお持ちの方とかもそうだと思うんですけど要はっていうことによって自分が言いたいこと全体の なんて言うんですかね、リズムがつくというか要は何とかなんとかなんですよねっていう風な形でですね前置きではないですけれども口癖ってその文章その人の喋り方のリズムを作ってるなんか原因があったりするんですよ。 なので、結構、このちっちゃなフレーズでもですね、シュッとリズムよく言える状態で発音を作っておくことって結構大事だったりするんです。で、その時にこの3つ目のボトムラインの「ーと「ーのところというのがですね、意外と引っかかりやすいというのがあるので M の音と L の音を分解していきたいんですけど M の音ってまみむめもの音なので唇がまばたきをします。 で L の音というのはベロで作る音なのでベロの先っちょを上あじゃない上の歯の前歯のちょっと後ろぐらいも,もしかはちょっと出ちゃっててもいいです何らかの形でこの辺にひょいと置いていただいてベロの両脇から声が出るようにしておいていただくと L の音が出るんですけどおおおボトムラインの時には「ムー」の音を言ってる時にはもう L の音準備していたくて。 <む> <laughs> だから、バー o ム、ボトムってそこ、えっと、とかね、えっと、心の底、from the bottom of my heart って言った時の心の底ってそこて意味ですけれども、バ o ム、むって言ってる頃には、もうベロが次の L の音の準備をしておいて、む。 っていう風に口が開いた時にはもう何だったらベロ上上がってるぐらいの感じを作っていただいてこれだいぶ大げさですけどね。 M の音出してから L の音でもいいんですけれどもこのね The bottom line is って言った時のこの感覚を作りたい時にはですね M と L の音もほとんどほとんど一緒にだから M の音発音するよりも先に L の音のベロを作っておくぐらいのテンションでいくと The bottom line is bottom line、M、line Limelight <laughs> ライムライトとかっていうのも M と L のコンボだったりしますけれどもね。という音が綺麗にくっついて一つの単語として発音できるようになることによって本当に皆さんが言いたい「The Bottom Line Is」の後ろのフレーズ言いたいことというのがですねちゃんと浮き立って相手に届くようになりますので日本語で「要は」って意外と自分は使っているなお仕事で使う。まあ 日常の会話というよりもお仕事の議論の会議の時とかに、ね、結構こう,いうのをあのこういうフレーズを言うということでおそらくビジネス英会話というカテゴリーの中に属するフレーズではないかなと思うんですけれどもでもあの日常会話で喋ってて「弱っていう口癖のある方はです、ね、よかったらぜひこの「TheBottomLine Is」というフレーズを使ってみるとです、ね、意外とご自身の英会話にリズムが出てくるのではないかと思いますのでぜひお試しください。 ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をお願いします